おかしいな、これ別にこの間買ったばっかなのな、このベルトサンダーな。おお、これだよ、とりあえず入れりゃいいんだろうね。あああ尻には何かある。そこでヒラピーが見たものは、前々から気になっていたベルトサンダーの動き、やっぱりありました。己のチューナーとしての意地をかける IBGA ベルトサンダードラッグレーシング。ちょっと大げさ。ヒラピーが来たレース会場は当然日曜大工センター。場所は湖と緑に囲まれ、空気のうまさは天下一品、ミシガン州ナイルス。その売り場にデンと構えた IBDA 公認レーストラックは、全米統一レギュレーションによって厳密に作られている。そして今回ヒラピーが持ち込んだマシンは、買ったままのストックベルトサンダーとそれをチューニングしたモディファイマシンの2台。モディファイマシンのベースはどこにでも売っている、いわゆる木工用電動工具ってやつ。市販のサンダーベルトさえ使っていれば改造無制限。今回ヒラピーはモーターコイルを巻き直し、トゥーリーの減速比を高速型にし、直進安定性を増すためにボールベアリング製のガイドローラーを装着。そして最後に自分の GT カーと同じボディをかぶせて出来上がり。しかもアライメント調整なんかもあり、結構本格的よ。他のマシンが気になるのはどのレースも一緒。自分がそのまま車に乗るというね、なかなか緊張してますね、周りにせかされて。でもこれにガイドローラーはついてませんね。どうなることやら。強敵はね、これっぽいんだな。こいつはちょっとハイパワーモーターがついてるみたいだからね、勝っちゃうかもしれない、抜かれちゃうかもしれないみたいなね。ちょっとこれはライバルかもしれない。これは。Obviously, Mr. Spaghetti. And this is from Option Video. And this is from our friends that are here from Tokyo, Japan. そこまでにデコレーション審査があり、たくの拍手で優勝が決まる。お待たせしました。いよいよトーナメント開始。まずはノーマルストッククラスから。子供たちのカウントでスタートするこのレースは、ニューヨークに拠点を持つインターナショナルベルトサンダードラッグレーシングアソシエーションという団体が行う由緒正しいイベントで、全米の各地でなんと年間200戦余りも開催されている。そして年に一度各地のチャンピオンがインディアナポリスに集結し世界一を決めるという、アメリカでは結構大々的にやっているレース。早いよ、ウィンしてるもの、ちゃんとベルトが切れてしまうほどパワーがあるベルトサンダー。ウィリスがやりましょう。っとそしていよいよスパゲッティのカウルを乗せたヒラピーのストックマシンが登場。ああ、勝っていただきましょう。カウントダウン。突破。All right, Option Video and Ron Bennett are up on deck. Mike, Mark, Ron Pagel. You can! You can get it! Yes! Yes!勝ったね。
最後の末脚がいいね、うちの馬は。レースの進行はまずオフィシャルにマシンを預けると電源ケーブルをつないでくれる。そして2台がスタートステージに置かれ、カウントダウンとともにオフィシャルのスイッチオンでスタート。おかけ見てる、セミファイナル来たらセミファイナル、とりあえずこれで勝てばファイナルレースに行けるということです。なかなかどうです。さすが牧田の電動工具、ノーマルなのになんと決勝にまで。だが残念ながら優勝はこの親父。負けた、負けたよ。そして目にも止まらぬ改造無制限クラス。これはね、チャンピオンカーだよ。1回戦からチャンピオンカーだったってどうするのこれ。なんと1回戦からヒラピー MR2、 モーターのお化けみたいなやつと当たるとは厳しい。でもこれはもしかしてと思ったぞ。負けちゃいました。1秒59でワールドレコードは1秒45ぐらいだったと思うんですけどね、負けてしまいました。やっぱりこのマシンファイナルまで残ると思ったぜ。でも相手は電動ノコギリモーターらしいぞ。電動ノコギリノッカチン、これやっぱり親父で。なもんですね。まあこういう形で上の1枚だけを抜いて、まあ、2枚目を残して、でここを溶接で持ってあげるということですね。でスポットよりより強度を出すと。ところが軒先工場、力と根気のスポットカッター真っ最中。鼻毛持ったからいよいよ溶接。え、できないよこんなの。なんでよ。そんなもう遠い昔に忘れちゃった。小学校の時ちゃんと習ったろお前。うん、そういえば習ってないよ。鳥屋の方の小学校じゃちゃんとやるはずだろ。やらないってのこんなの。これ似てるよねおっさんにね。ほら。あ、本当輪郭そっくり。車が燃えてるよ。結構上手でしょ。オッケーオッケー、ね、そのままずっとちょっとやってよ、あとやっといてよ。茶を飲むのも忙しいが日が暮れそうなのでおじさんも。こんなに溶接するということはいかにノーマルなレースに使うのに頼りないかってこと。彫刻刀でシーリングを剥がさないと溶接で車が燃えちゃうんだよね。まあ86の場合、ここのアームじゃこのフレームがですね上に上がってきてしまうんで、とりあえず、まあ、この補強板をここにこう袋にして当ててあげることによって、まあ、この辺周りの剛性を十分に出してあげると。86はここやるだけでも結構違うんだって。そしてようやくロールケージの取り付け、物は当然クスコの8点式、それを車の中で仮組み。よっしゃ、これでどまー。後に引けなくなったアキラと親父、作業は延々続く。そしてとうとうお日様もお眠の時間。あっちちちあっち。さあやっとボディの方もなんとか。そうですね、ボディ補強も完成に近づいてきたね、一通り。まあとりあえずロールゲージなんかも仮付け済んだし、はいはい、また色塗る準備をして。そうですね、いよいよ組み付けていけばいい。次はですね、いよいよレーシングエンジン、これにちょっと、ね、心臓ね、はい、馬をちょっと強烈なのをちょっとやってみたいと思いますね。こいつに組み込んで、どうでもいいけどお前この企画よ、
マジでやってんだよマジで、ね、もうね疲れちゃうよ、もう何日も何日もこんなことやっしゃ誰か手伝いくるやついねえのかおい、僕もレースの後すぐ来てます、おい誰か手伝ってくれよ、お願いします、真剣にやってます、よろしく。